マリンブルークジラナミ号は JR 東日本が7月下旬から8月上旬に高崎線、上越線、新越本線で運行していた臨時快速列車である。マリンブルークジラナミ号ヘッドマーク、埼玉県北部と群馬県から新潟県の日本海側にある海水浴場へ向かう海水浴客向けの列車で自由席と指定席の両方を連結している。 いずれも普通車のみで、青春18切符での乗車も可能である。列車本数は2往復設定されていたこともあったが、2004年の運転時から1往復となり、運転日数も削減された。2009年7月時点では7月18日から7月20日と7月25日から8月9日の毎度日曜日に、熊谷駅柿崎駅間を1往復運行していたが、 かつては夏休みに入ってから8月10日頃までのほぼ毎日両毛線気流駅を起点とする列車などと合わせてに往復運転していた時代もあった。列車の設定目的からわかる通り柿のみの運行であるが、当期にはこの列車の姉妹列車とも言える。C 入る上越が大宮石田間で運行されており、使用車両や運行日の少なさなど共通点が多く見られる。 車両は2003年以降は大宮総合車両センターの所属の183系1000番台が使用されている。2003年6月に車両そのものが廃車となる前の2002年のシーズンまでは165系が使用されていたほか、大宮川時代に185系200番台が運用されたこともある。2007年は7月16日に 新潟県中越沖地震が発生、運転区間に含まれる新越本線大見川駅が土砂崩れにより、校内の一部が土砂に埋まったり、河川が切断されたりといった被害を受け、同線の一部区間が運転見合わせとなったため、本列車も運転されなかった。さらに2011年は東日本大震災発生に伴う電力不足の影響で本列車の運行が中止された。 2012年以降は、電力事情は解決しているものの、運行されることはなくなっているが、理由は公表されていない。なお、大宮の189系については老朽化によって2013年度に運用を終了した。当列車の運行されていた高崎線、上越線沿線の埼玉県北部、群馬県エリアからは、湘南新宿ライン、上野東京ラインの開通、 自動車でも首都圏中央連絡自動車道の開通により太平洋側の湘南海岸伊豆半島方面へのアクセス利便性が大幅に向上しているこの列車の歴史は40年以上前の1968年8月に高崎駅笠島駅間で運行した臨時普通列車のクジラ並みにまで遡れるその後種別は1981年以降に 快速列車で固定化されるまで、普通と快速を繰り返した。また、起点となる駅は、高崎駅から、熊谷駅や籠原駅、宮原駅へと、終点となる駅も笠島駅から、米山駅、片町駅、西潟駅、直越駅などへと、年ごとに変更された。1974年にはに往復体制となり、国鉄分割民営化後の1988年は、 新越線から1989年からは、両毛線からの直通列車も運転されるようになった。ありがとうございます。